大学帰りとかによく友達と街に出てご飯とか行ってたりしていたんですけど、コロナの影響でどこにも行けずに寮で自粛するっていう回数が増えました。まず第一番に、大学生として大学の授業がオンライン授業になったっていうのが一番大きな変更点でした。やっぱり大学のキャンパスに通わないっていうことは友達と会えないっていうことになるので、やっぱりすごい寂しさを感じたりもするんですけど、寮生活だと身近に友達がいるっていう点がすごい僕にとっては大きな心の支えとなりました。私はオープンキャンパスを企画して運営するサークルに入ってるんですけれども、今年はコロナということで例年通りには開催できなくなってしまったので、こ うまくオンライン の動画配信とかを使ってオンラインでオープンキャンパスを企画運営することに成功しました。バイトに関しては実家に帰省する人が増えたため、私はよりシフトに入る回数が増えて収入に困ることはありませんでした。昨年度までは新入生歓迎パーティーといったそういう対面イベントが去年まではできたんですけど、今年は全てイベントもオンラインとなってしまい、実際にオンラインとして開催したイベントにはフォトコンテスト、あと一時期コロナが収まった時期もあったので感染対策を踏まえた上でクリスマスパーティーというのは対面で実施させてもらいました。寮長さんが素早く対応してくれて、食堂にパネルを設置していたくれたりとか、 LINE でそのコロナの対策感染気をつけてねと LINE で一言声をかけてくれたりとかしてくれて、親身になって対応してくださいました。ドーミーでは安心安全に生活を送っていただけるように感染防止対策に日々取り組んでいます。私たち寮長寮母スタッフは手洗い、うがい、消毒の徹底、37度以上は出動停止として体調チェックをしています。清掃作業時はマスクと手袋の着用を徹底し、手に触れるドアノブやエレベーターのボタンは丁寧に消毒をします。扉を開放して換気を徹底したり、飛沫感染予防用のクリアカーテンを設置しています。そしてドーミーの特徴でもある食事を提供する際にも細心の注意を払っています。ダイニングルームの入り口に消毒液を設置して、入室時は消毒をお願いしています。一番の変化は席数を減らし、隣同士の間隔を確保したことです。テーブルはもちろん椅子にも消毒を徹底しています。そして今まで以上に食器やトレー、しゃもじなどの消毒強化を行っています。寮生さんが安心安全に寮生活を送れるように、私たち寮長寮母は日々取り組んでいます。寮生活では一人暮らしと違って常に寮長寮母さんがいるので、離れて暮らす両親に代わる親のような存在で、すごいコロナに関して、コロナ最近大丈夫とか、オンライン授業ちゃんと順調に進めてるとかいうふうにすごい気遣ってくれるので、そこに関してすごい心強かったり、自分にとっては安心できますね。毎日いつもと同じように気はつけてるんですが、それ以上にやっぱりちゃんとご飯食べてるかとか、時間通りに帰ってきてる のかとか、その辺をさらに気をつけるようにはしてます。通常の場合とコロナになってからの場合の対応の方法が少し変わってはきてるんですが、コロナ対策っていうのは、ちゃんとマニュアル化されてるので、それにのっとって寮生とは接していきます。外出するときに行ってきますって言うと、行ってらっしゃい気をつけてねっていう一言をいつもくれたりとか、そういう何気ないところですごくいつも安心感っていうのを寮長寮母さんからもらってて、本当に自分にとって東京のお父さんお母さんっていう存在ですね。今まではあまり気にしなかったんですが、やはり共用部分とかのすごい感染対策がきちんとしてあるかっていうことが気になるようになりました。
スーパーがあったりとか、コンビニがあったりとか、そういうふうな利便性もすごい重要視はしてるんですけれども、買い出しに行くとそれだけ感染症のリスクを抱えることになってしまうので、そうするとかえって食事がついてたりとか、そうしたところの方が、寮みたいなところの方がいいのかなとも考えるようになりました。